橋本五郎。狆。お前大丈夫かい？三度目だよ。長火鉢の上で女持ちの金指輪が2個、プラチナの腕巻き時計が1つ、そーっと男の手へ握らされた。大丈夫。また泥棒ということにするんだな。じいさん、お前には目も鼻もねえんだから世話ねえ。あら、どうしたんだろう。ないわ。おや、時計もないわ。羽織もないわ。泥棒よ。きっとそうよ。ねえ、あなたどうしましょう。また買ってくださると、そこで色目の1つも使えやまた儲けだ。そこはなんとかうまく言いなよ。男は女よりも1つ2つは年若らしく、姿や物腰や言葉やのこうした調子にも似ず、まだどこかに両家の出らしい産と気品と、そして切れるような才気がうかがわれた。そらね、旦那の前はね、何とでも言っとくけれど、旦那ってばそれほど甘くもないんだよ。いえさ、ケチンボだって言うのさ。それにまた探偵だのなんだのって騒ぎ出すとうるさいからね。うるさいだけなら構わないが、もしどうとかすると心配だからね。女は伊達巻きのまま粋な立て膝で左手を懐から回して、それに頬杖をして、長きセルを忘れたように右手で遊ばせていた。豊島盛りのむせるような肉体の香りが薄れかけた電灯の光の下で忍びやかにほぐれた紅裏の絹布団のあたりを漂っていた。心配するなってことよ。その点はどうしたって分かりっこねえんだからな。なぜってお前考えてもみな、第一証拠がねえや。探偵なんてもな、何か糸口が見つからなきゃ商売にはならねえ。お前とおいらと黙っていりゃそれまでのこった。気温坊が知るはずもねえし、他においらの来ることを知ってる者はいねえ。だからこの前だって刑事だの探偵だのって青くせえのが血まなこになったってわからなかったじゃねえか。こやつが見てたところでまさか物を言うわけでもあるめえし。男はそう言いながら抱いていた狆の頭を叩いてこともなげに笑うのであった。狆は男にもすっかり懐いている。ちょっとその奇妙な丸い目を見開いたが、これら2人の前には何の不安も感じないらしく、再び甘えたように目を細めてそのまま膝の上に丸くなるのであった。そらね、清也は官費で好きな男のところへ行ってて大丈夫だし、近所の人だって誰もお前の顔を見たものはあるまいけれど、でもなんだか心配になるよ。3度目ってことがあるからね。そうして女は思い出したように左手を抜いてタバコを丸めた。3度だって4度だって足跡も残さねえ狸が捕まるものか。おめえは知らねえだろうが、じいさん今日はバツバツへ行ってるんだぜ。うん、店に死去があったんだからな。どんなスケベもここ4、5日は来る心配はねえぜ。気温坊の方も2人でバツバツバツまで切符を買って、ケツから3番目の箱へ乗ったところまでちゃんと見届けてきたんだ。夫婦気取りで済ましていやがったっけな。次の駅から何かで引き返すとしても、この4時いくらでなきゃ上りようねえから、それで帰ったとしても電車はねえし、歩くとすらそうだな、6時過ぎだろうか。だがそんなことは地震があっても金輪際だ。まあまあ今晩あたり、お母さんが少し悪くててなことを言って嬉しそうな顔で帰ってくるのがオチだろう。探偵がどう孫ついたってバレっこはねえんだ。安心しな。だけど今の探偵は法医学とやら科学とやらを応用して指紋なんてものからすぐに嗅ぎ出すってんじゃないの？今日明けたからもう昨日だね。新聞にそんなことが書いてあったよ。なんだって？人殺しなんだがね。刑事が調べたけれど皆目手がかりがないんだって。ああ、どうにも分かりようがないんだね。そこで法医学のオーソリティとかいう博士、偉人だよね。それが現場調査ということで被害者の傷口を調べてみると、とちょっと考える風であったが、あそこはどうだったかしらと立って隣室からその新聞を取ってきて、そいでね、犯行に用いられた凶器というのは長さが1尺半ばかりで幅が2寸足らず、厚さが3分の1寸強の、先端が一辺一寸の正六角形の穴を持ったちょうど杓子のようなものってことが分かったんだとさ。もちろん鉄製のものでね。なおそれには総体にニッケルメッキがしてあるというのさ。女は新聞を離して続けた。メッキの仕方が現在の日本ではできないほどうまいのと、その形とから考えて、それは米国のなんとか会社製造の自動車で使うホイールレンチとかいうものなんだって。それから被害者の倒れていた場所やその方面やその他いろいろ調べ合わせて、加害者は20歳前後の洋服の男で、背の高さがいくら、頭の髪が縮れ、足よりも手の長い運転手ってなことがちゃんと分かって、すぐ捕まったとね。いくらなんでも足より手が長えてなことだ。と男は腹の底からゆすり上げて笑ったが、そら見つけることもあろうさ。だがピンからキリまでそう来られた日にはこちとら上がったりだ。手形せえ残さなきゃそれまでの話よ。だから見ねえ、今朝の新聞には俺ら以上のが三面全部じゃねえか。だから俺はここへ来てもキセルも持たねえんだ。ちゃんとその義も心得てるんだからな。なおその上の用心にはガマ口せえ持ってきてねえや。と笑いを続けながら、でも寂しげにちょっと頭をかいたのであった。電灯の光が急に薄くなったが、消えるのは間違っていたと気づいたように、再びその輝きを増した。いやだよお前は。いつだって100と持ってたことありゃしない。スポンと女はキセルをはたいて上目遣いに男を見た。好色な、それでいて人懐っこい目尻にほんのりと寝不足が絡んでいた。男はその舐めるような女の態度に愛撫される猫の快感に似たものを感じていた。すまねえな。冷え冷えとした力強い朝が格子の外に忍び寄っていた。障子の影の明るさが間もなく電灯の失脚をうかがっていた。男は狆を膝から下ろした。じゃあ借りていくことにするぜ。指輪とプラチナの腕時計、他にちりめんの羽織一枚を懐にして、男はこの家を裏口から静かに出た。まちまちはまだ夜の名残にしんと寂れていた。明け方の風が蒸気した方に冷たかった。かわいいことを言いやがる。三度目か。仏の顔も三度ってことがあらな。だが探偵がなんだい、頭の悪い標本じゃねえか。神様や仏様があるもんなら俺もこれほど落ちぶれやしねえ。また今の俺の仕事がこうまでうまく続きもしめえ。チッ、誰がおたんちん刑事などに負けるもんか。あげられるのは仕事が下手だからだ。道具立てに手落ちがあるんだ。忍耐ってものがねえからなんだ。ちゃんと後先を算用してかから科学も法医学もクソくらいだ。下手なやつは勝手に臭い飯をいただくがいいや。尊い数度の経験で男は自分の技量を信じきっていた。また事実、この男はそうでもあった。で、これまでも2、3度目かけをしているそのジョークの元から相当な価格の物品を持ち出して、女や女中の何かの留守に泥棒が入ったことにしていたのだ。がもちろん、旦那というのが札付きのケチンボで、それにつきものの年がいもない猜疑心から、その都度その筋へ調査を依頼したのではあったが、いつも探査中とのみで、決してその結果を知ることができなかったのである。情婦があって、それがグルで持ち出したらしい、というところまでは、事件に当面した誰もが考えさせられたのではあったが、女本人は頭から否定することだし、女中の清というものを正してみても、男というものについての話は、旦那を取材にしてのほかは一度だって聞いたことがないという答え。無論旦那に心当たりのあろうはずはないし、近所の人たちも知らず、証拠物件が遺失されていた時もなかった。二人が相知ったのがもうかなりの昔のことで、それがその時代の界隈の人の口に上るほどの深い仲というものではなかったから、女の身元やその交友を洗ってみても、これぞと嫌疑をかけるものが見当たらなかったのだ。で、これまでの事件はすべて未解決で今日に及んでいた。勢い、男は腹の中で探偵というものの無能を嘲笑していた。金がなくなると、仕事に安全な日や時間やその他の状況を細かく細かく調べた上で、そして女のもとを訪れていたのであった。目に見えぬ創造主さが都会を縦横に彩る町々の電柱や看板や軒のあたりに立ち込めていた。男は事故の仕事についていつもの優越を感じながら、旦那の頭のはげかかった具合や、女がその前で泣いてみせるであろう塩らしいありさまや、またかといった表情の不審げな女中の顔や、果ては雇われた探偵というもののその間抜けた様子を想像して、密かに幸福に微笑みながら、明けかけた都の通りを二階狩りの己の住まいへ、ぶらぶらと帰っていった。2、何事もなく、平和な5日ばかりが明けてはくれた。指輪、時計、そして羽織はいつの間にか幾ばくかの紙幣と変わっていた。午後、男はすすけた2階の6畳に寝そべって、さてどこへ行ったものかと、その身につかぬ金銭の消費の方法をいかに面白く、いかに速やかに、また、この後のためにいかに利用すべきかを考えていた。そして華やかな想像を、甘い経験の追憶を楽しんでいた。こんな人がお前さんに会いたいって来てるよ。どうしてもいいのかい？宿のおばあさんが狭いはしご段をガタピし上がってくる。これも形ばかりの手すりの間からシワだらけの顔を覗けて一葉の名刺を出した。こんな人間は知らない。探偵かもしれないぞ。どんな人間だい、ばあさん。着物でステッキを持った若いいい男だよ。その昔は相当な身柄であったと自称するこのばあさんは、こう言って、お前さんとは比べ物にならないと言いたい風情だ。なんだって来たんだ？知るもんかね、人様のこと。俺のいるってことは言っちまったんだろうな。仕方ねえ。上がってもらってくんな。ばあさんは何か不機嫌らしく、喉の奥を鳴らしながら降りていった。男は、若い人間という話に多少の安堵を得た。刑事にしろ探偵にしろ、相手が若くさえあればまた方法もあると思ったのであった。やがて鳴りの悪いはしご段に再び足音がして、きれいに頭髪を分けた青年の額が現れた。そして男性的な広い肩が見え、胸が見えた。と、男は居すくめられたようにハッとして顔色を変えた。若い男に覚えがあったわけではもちろんない。ああ、あの女の狆。それをこの若い物好きが抱いていたではないか。狆は男の姿を見ると、懐かしいものに出会った時の気悦の表情を体全体にみなぎらして、新しい主人の手から長年の知己の膝の上へ、その知己の胸を往来する困惑には頓着なく飛び込んでいった。男はそれをどうすることもできなかった。わしゃ、犬好きでゴンしたね。ちくしょう。なんだってこんなところへ出てくるんだ。いぎたねえ野郎だな。男は、冷や汗が脇の下から腰のあたりへ伝わるのを感じた。不用意に出た言葉が取り返しのつかぬ失態のように悔しかった。そして、へへ、へへへ、と愛想笑いまでせねばならなかったではないか。実は、と一通り初対面の挨拶が済むと、女の家に盗難のあったこと。自分がその探査に当たっているものであること、女の身元を調べて幾人かの昔なじみを知ったことなどを物語って、この若い探偵は言った。あの方についてのご存知のことを少しでも聞かせていただければ大変参考になると思いまして。ただそれだけのことか。男は安心のために空腹に似たものをさえ感じた。自ら後編に微笑の浮かんでくるのを抑えることができなかった。青年の態度のどこにも危険な何者をも伺うことはできなかったではないか。男はようやく落ち着きを取り戻して対応した。何ね、まだあの女が左妻を取っていた自分に2、3度遊んだことはありましたが、それからご覧のような始末でして。その後、どこかの隠居の重いものになってるとは聞きましたが、そんなことは少しも気がつきませんでした。いや、あれからのことは何も知りません。何様、二階狩りという境外でござんすからね。狆はもう男の膝で気持ちよく丸くなっていた。その頃のあなたの友人、失礼ですが、遊び仲間といった方などについて何かご意見はないものでしょうか。ご意見いかがときたな。若えだけに可愛らしいもんだ。事件の当人に行き先を尋ねりゃ世話はねえ。どの道を教えてやろうか。探偵なんて甘えもんだな。そうですね。どうもこれといってお話しするほどのことは思い出してみてもござんせんな。虎の野郎がどうしていますか。あの子らひどく2人が張り合ったものでござんしたがね。男はこう前置きをして、虎というでたらめな名前の人間を、そのいい加減な友達の話をした。青年は熱心にそれを聞いている様子であった。時には分かりきったようなことまで念を押して尋ねるのであった。男はそれに対してことさら親切に説明した。無論いささかの隙もない注意をもってであるが、そしてこの書生上がりの善良な人間が地球のどこにも存在せぬ犯人の後を追って歩くであろう気の毒な情景を想像して、密かににやりとしたのであった。いやあ、いろいろとありがとうございました。おかげで探査が非常に容易になりました。では、またお目にかかりましょう。青年が再びむずがる狆を抱き取って。犬というのはよく人を知ってるんですね。と、他意もなく笑って帰っていくのを。実際かわいいもんですね。と、男は、丁寧に店まで送り出したのであった。3。今度は旦那もどうやら感づいたらしいよ。構えしないけどね。そら前からのことさ。だが感づいても正体は知れめえ。そこがこちらの強みというもんだ。形のねえものをつかもうたなお釈迦様でもご無理だからな。じいさん渋い顔をしたことだろう。そらね、あん時のような苦い顔見たこともないね。お前男があるのなら言え、そわしてやるってね。女はずるそうな目つきで微笑んでみせた。明け方の点灯の光の下に長火鉢と絹布団の紅裏が黄色く照らされていた。狆はいつものように男の膝で眠っていた。そいつはありがてえじゃねえか。晴れて一緒になるなんてことは俺らのスカンピンにはちょっとできねえ。おめえ男があるって言わなかったのか。勝利の快感がすっかり男を捉えていた。こうした冗談も二人にとっては嬉しさ以外の何物でもなかった。女は面取りのような品を作ってかわいい白目でそれに応えた。バカだねお前は。そんなことを言ったらすぐに一見が暴露しちまうじゃないか。人の苦労も考えないで。男はその様子に惚れ惚れとしながら上機嫌で言うのであった。だがみねえ、もうかれこれ一月にもなろうてえのに何ともお呼び出しが来ねえじゃねえか。また探査中にしたのかな。探偵も案外つまらねえな。探偵ってば今度の探偵変なんだよ。ちょうど活動写真に出てくるようにそこら中くんくん嗅ぎ回ってね。だけど手がかりなんかありゃしないやね。とうとう狆が怪しいなんて言うのさ。照れ隠しだね。狆を調べてみるから当分稼って。それがまた真面目なんだから清也がクスクス笑ってね。旦那は妙な顔をしてるし。どうかしてるんだねあの探偵は。ちょっとかわいい男だったけれど。とからかうように男を見上げた。嫌なことを言うね。何がかわいい男け。山の坊主が飴を食ってお経に詰まったような面しやがって。だがあんちくしょう。こいつを抱えてきた時には俺もさすがにハッとしたっけな。不意だったからな。男は狆を愛撫した。お前会ったの？おう、どこから嗅ぎ出してきやがったか。お前の昔なじみ店でいろんなことを聞いていったっけ。大丈夫かい？新しい不安が弱い女の心に暗い影を投げた。格子の外に、裏の戸口に、何か青黒いものが立っているように思われるのであった。女は思わず辺りを見た。心配ねえ。いい加減な出任せを言ってやったら礼まで行って帰ったっけな。そう無造作に言ってのけて男は女のその優しさにじっと見入った。犯罪者が必ず一度はその犯行の現場に立ち戻って事件後の様子を見るという心理からか、男は全てに安全と考えられる時期を選んで再びこの家を訪れたのであった。がそこには彼を脅かす何者も見当たらなかった。むせるような快い女の香りと肉と、どこまでものろまな旦那のおめでたさと、若い探偵の失望の影しかなかったのである。男はもう仕事の成功を疑わなかった。じゃあそろそろ帰るとしようが。牛乳屋が車を運ぶに間もあるまい。電灯の光や肌に迫る空気の流れに朝があった。つまらないね。ある時が来ればお互いに情を殺して別れねばならなかった。だがこの小さな忍耐はより大きな閲楽とそして言い知れぬ興味の安全な持続を予想していた。女もそれを考えては強いて男を引き止めることもできなかった。切り時が肝心だからな。せいぜいじいさんを可愛がってやるさ。嫌なこと一個なし。キリッと立って活発に男の着付けを助けるのであった。電灯が光を失ってきた。何かそぐわぬ時の漂いが二人の襟に冷たかった。おや、片方見えねえぞ。裏口の上がり花から片足を土間に下ろして男は辺りを見回した。草履の片方がない。狐の悪さじゃあるめえし、とつぶやいて男は何かに脅かされたように急に暗い表情をしたが、女にはわからなかった。人工なんだよ、どこかにあるよ。そう言いながら女は気軽に探した。だが田舎のだだっ広いばかりの屋敷ではなかった。土間の表面のその砂粒の一つ一つを拾うようにしても2分の時間はいらなかった。誰も来たはずはないんだし。あら、鍵が外れてるよ。どうしたんだろう。おかしいね。戸を開ければ音がするはずなんだが。女は戸を開いて首を出して外の様子をうかがってみた。男はもう一言も言わなかった。一秒一秒の短い時間が蛇のような根強さでぐんぐん押し迫ってきた。草履、証拠、探偵、洋剣、赤いレンガ。ないものをどうすることもできない。時間は容赦なく進んでくる。あるいはここへ向かって黒い影が歩いているかもしれない。男は無言で女の下駄を足先に突っかけると追われるようにして裏口を出た。未明のその冷ややかな朝の闇が静かにそれを包んでいった。残った草履の片方は女の手で床下へ保存せられた。捨て場のない困惑な結果と、あるいは見えなくなった一方が安全な箇所から出れば相当な価格の立派な履物一足が廃らずに済むという細かい女心からとであったかもしれない。4、幾日かやがてその一対の草履の揃う時が来た。二人は一緒になることができたが、それ以後女はもう金の指輪に細い指先を誇ることもなく、プラチナの腕時計が盗難に遭う時も持たず、ちりめんの羽織を身につける余裕も来なかった。男は口癖のように言った。あの若え野郎は俺らより少し頭が弱った。狆に現場見せてたな。一大の不覚だ。